仕事が終わってご飯を食べて今のんびりしているところです。今日は短期のお仕事に行ってきまして、3日間だけのお仕事だったんですけども、老舗のデパートで働いてきました。デパートで働くっていう経験ができて、すごい貴重な体験ができたなと思います。おそらく日本でも同じだと思うんですけども、デパートの裏側はとても迷路のようになっていて、迷子になりそうになることが何回かありました。で、最後、今日最終日だったんですけども、一人で職場を出なきゃいけなかったんですけど、出口が分かんなくて、そこら辺の店員さんに出口を聞いて場所を教えてもらって帰ってきました。で、そのデパートのお昼ご飯なんですけども、社員食堂がありまして、1日目はお昼ご飯を持って行ったんですけども、社員食堂があるのを知らなかったので、2日目3日目は社員食堂でお昼ご飯を買って食べました。ということで、今日は2日目と3日目に食べた社員食堂のご飯をご紹介しようと思います。日替わりランチっていうのがありまして、毎日違うメニューがあるんですね。それが入り口のとこにこう貼ってあって、今日は何を販売してるっていうリストが掲示されています。で、2日目に食べたご飯がカレーでした。カレーがですね、チキンとビーフとベジタブルの3種類があって、どれか1個選べますっていう形だったんですけど、私はビーフが食べたかったんですけど売り切れてて、で、チキンかベジタブルだったのでベジタブルの方を選んで購入しました。写真がこちらになります。結構ボリューミーですよね。この野菜が結構大きめにカットされていて、たくさんかけてくれたので満足感のあるカレーでした。で、左側の方にソースがかかっているのがフライドチキンなんですけど、これがですね、ソースが普通のフレンチソースと、あと手前のがリンゴが入ったソースになります。で、一番手前にあるのが多分サモサだと思うんですけど、美味しかったです。カレーも野菜も揚げ物も入ってボリュームたっぷりで、すごい満足感のあるご飯でした。こちらのお値段が 5.99 ポンドでした。で、右側にあるのがコーヒーなんですけど、これは飲み放題でセルフサービスになってまして、自分で取って自由に飲んでくださいっていう風な形でテーブルの方に置いてありました。次に3日目に食べたご飯をご紹介します。3日目はピザを食べました。食べてる途中に写真を撮ってないことに気づいたので、食べかけの写真なんですけど、ピザの生地の上に、調理する人が具材を乗せてくれるんですけど、まずピザの生地の上にトマトソースをかけて、で、チーズを乗っけて、その後に私が食べたいものを調理する人が聞いてきてくれるんですね。で、私はコーンとツナとオリーブを選んで乗せてもらいました。で、オーブンで5分ぐらい焼いてくれて、出来たてのものを私に渡してくれました。無料のコーヒーと別にバリスタの人が作ってくれるコーヒーっていうのがあるんですけど、この日はそのバリスタの人が作ってくれるコーヒーを買いました。ラテとピザを食べたんですけど、合わせて 6.1 ポンドでした。まあ一応街で外食するよりかは少し社員価格になってるのかなっていうふうに思いました。けどこれを毎日続けていくのは高いなっていうふうに感じましたね。短期のお仕事でたった3日間だけなので、社食を体験したいなと思って、今回はお昼に社員食堂で買ってみました。でも、どっちもカレーもピザもボリューミーで
美味しくて満足感のあるご飯でした。同じデパートで働けるかどうかっていうのは分かんないんですけど、またデパートで働く機会があったら社員食堂を楽しみたいなっていうふうに思います。で、ここ 2,3 日の家のトラブルなんですけど、排水が詰まってしまいまして、キッチンの排水が詰まってしまって、流れるんですけどすごいゆっくりしか流れないのでなかなか使いづらいです。で、大家さんに洗濯機を使わないでっていう風に言われて、今日は洗濯物ができません。でも大家さんの対応がいつもとても早くて、明日配管の修理の方が来てくれるそうなので、明日中に治ってくれるといいなっていう風に思ってます。あと最近は遊びの予定も少しずつ入れていこうかなと思って、土日に何をしようかなっていうのを考え始めてます。で、今週一つ遊びの予定を入れたので、それも楽しみにしてます。ということで、明日から通常のお仕事に戻るので、明日に備えて早めに寝たいと思います。では今日はここら辺で終了したいと思います。